ちょっとね、こいつらをこうしましょう。これで400ぐらいいくんじゃないか。でこう、こういうの先にやっとけって。ただメイトガチャにあんなあれがなんだ出てくるとは思わなかったんだよ。だから1950だっけ？じゃあ19000。もう出てた。でこれ。ちょうど空いたな。じゃあちょっとね、メイトの10連、これちょっと回しましょう。ほんと。なんか出てくるのかな？おまだまだ。いいじゃんか。これいらんのかな。木はもうね、いらないんだよな。神聖霊とかいうやつ。あれ出てこない。止まっちゃった。出てこねえじゃん。よかったな、最初のマナーだけじゃんか。あれも結局やっぱ絞ってんすかね、おそらく。まあ、そうでしょうね。どれぐらいの確率で出てくるのかな。ただマナーなんで、あ、マナーじゃなくてメイトなんで、まあ結構ね、なんだ希望があるっていうかね、貯めりゃね、メイドは結構なまんだよね、あれとかで。なんだあれ、なんだっけ、名前が出てこない。援助っていうのが、あのね、友達のあれのやつとかで。おお、何これ、変わってる。これ、オゴーランディじゃん、これ、なんだっけ、あそこ、新しいところ。変わってる。何これ。ちょっと一個ずつ、まあ、一応見ていくか。最初オートだね。おお、気合入ってんな。背景だけはやっぱね、すごいよね。よく作ってるよ、これ。なるほどね。一瞬なんかこの、オレンジ色のこれ、なんか、キティちゃんに見えちゃうね。おそらく師匠なんですけど、太郎です。師匠だと思うんですけども。ええ。お、猫ちゃん。金猫ちゃんがいる。ほう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 。なるほどね。で、アイビアス。いいじゃん、いいじゃん。サイオン。こんなとこかな。あれ知ってると思いますけど、なんかサイオンのこの真ん中の時計台の時計あるじゃないですか。ここの時計って現実の世界となんか連動してるらしいですよね。この時間帯が、今だと9時53分なんで、こういう状態、もう少しで10時っていう状態がまあこう表示されてると。ええ。ということで、ね、あれもうやっちゃいますか。あれなんで。ギルドフェスタとアニバーサリークエスト、これもう、やっちゃうか。うわ、まだ来んだよな、これ。しかも水の助っ人いないし。これ、カネルが効いてるとな、連れてきたくないんだよな。連れてきたくないんだよなって言い方、すんげえ失礼だな。あ、この間あれした、メールくれた、じゃあ、カズさんちょっとお借りして、この、あ、もういいか。俺で行こう。これ、どこなのかな？パソコンじゃねえのかな？アプリ主体が重たいな。まあ、ギルド主催のお祭りにゃ、つってますけど。まあ、これ、動画長えな。これ、40分くらいになるな、これ。おお、来てる来てる。
確かに3000万ダウンロード結構いろんなあれしてるな。豪華な。まだまだね、くれるみたいなこと言ってたから、まあくれるっていうか企画をしてるって言ってたから、どんなことやるんですかね。まだいまいちよくわかんないんですけども、まあ一応ね、まあ今まで2800だったり、まあ2900、まあ、ちょこちょこやってたんですけども、まあ一応そういうふうな、記念キャンペーン的なね。ただね、3000、結構まあ大きな資金ということで、まあいろいろ考えてくれてるんじゃないですかね、コロプラさんの方も。これももうなんか、正直いらないんだよな、これ。このね、くれるのは嬉しいんだけども、このクエスト自体の意味がよくわかんない、このグリードフェスタの意味が。倒してないの？なんで倒しきれなかった？なんで？まあ今もしかしたらあれかかってなかった？アンサー。何がもらえるかのかね。師匠ももらうんすかね。師匠からくれた。最初にガチャやらせて一回回させてくれたぐらいだな。師匠ね、あんた結構ケチやな。で、ワンパンだ、ワンパン。うわ、これもなんだあれ。違う、あれやってほしいわ。もう、ま、結構前から言ってるけども、ワンクリで語学長。もうあれ、それやってくれ。頼むから。もうそれやったらもうね、10、20使うよ、もう。もう、頼むから。で、まぁ、1回目のクリア報酬。まぁ、これも一応まぁ、見ますか。なんだっけ、もう忘れちゃったよ。で、マナ、30。で、エーテルが2つ。うん。で、本3つ。かな。うん、まぁ、ギルドフェストはこれぐらいかな。で、次のやつはなんだっけ。これ、ボス猫ちゃん落ちてくれると嬉しいんだけどな。なんだっけ？アニバーサルクエストか。うん。これ、黒猫からの贈り物っていうことだね。うん。じゃあ、ハイドランジャーさん、お借りしますと。よいしょ。これは多分師匠だけかな。これね、師匠落ちてくれると面白いんだけどな。なんでダメなんだろう。もう今更別にもう、てかそれ落ちてくれるとさ、もう SS だとね、S 本じゃ足りないんだよな。S 本じゃ足りないんだよな、っていうか、その、なんだ、アニバーサリー、ギルドフェスタ中だったらいいんだけども、通常期間で SS を S 本だけでやろう、マックスにしようとすると結構食うからね。でもこれからもずっとよろしくにゃって言ってますけども、いや、こちらからもよろしくお願いします。コロナ子さん。ということで、まあ、師匠3体。3人。で、もうこれもうパネブでもう一撃だ。師匠。これ落ちないな。落ちないって書いてあるけども、落ちてくれた方がまあ面白いのかな。で、これはね、結構ね、あの効率がいいらしいよ、これ。経験値500で。確か、あれじゃなかったっけ？なんだっけ？消費魔力は10とかじゃなかったっけ？そうそう、10で経験値500だから、これ結構ね、効率がいいらしいよね。で？どこでマナ200。でかいね。で、まあ、黒猫から贈り物。で、マナ200。で、猫ちゃんズ、サンタ、3人。で、クリスタル5個。これもでかいね。で、ハエテル1個。なるほど。まあ、ハイエテルの使いどころはちょっとね、まあ難しいかな。まあいろいろ、まあこれも一応有限なんで。あ、けど、ミニエテルが出てくるのか、メイトで。まあ、けどどうかな。まあ、クリスタル5個。これはでかいね。正直。どれでも使えるんでね。まあ、ガチャで、まあ強化でも使えるし、
なんだ、コンティニューでも使えるし、まあ、さっき言った拡張でも、まあ、使えると。で、まあ、猫ちゃんズ。で、やっぱり、俺の中だと一番すぐ使えるって言ったらマナかな。これで200アップしたいね。で、ちょっと関係ないけども、あのね、誰にしようかなと思ってんだよね。マナを。まだね、一回も使ったことないんだよ、マナを。誰も。誰にしていいのかね、いまいちよくわかんなくて、おそらくね、これ、アーシャーさん。おそらくね、アーシャーさんに使う可能性がね、だが、多分、おそらく使うと思います。ええ。いや、なんで使うのって思うかもしれないですけど、もう回復変換がもうとりあえずいないんで、俺に使うしかない。っていうか、もうアーシャーさんに使うしかない。あとのやつはもう代用できるんでね。雷はね、正直、メンバー的に強いんで、まあ、俺の中の限られてるマナーの中だと、ちょっと雷使うのはちょっといいかな。で、あと炎だな。炎をね、これどうしようかな。すんげえ迷うんだけども、イニシエンに使うか、これね、ね、どれだっけ。サシャ、これにちょっと使おうかなと思ってるんだよね。1700にして。で、まあ、ペンギン使って1400。で、なんだ潜在100とかなんか誰かいるから、いるだろうから、それ使って、まあ、2000くらいにしようかなと思ってるんだけど、まあ、まだ、まあ、未定だな。ね、まあ、とりあえずもうこれにしよう。もう、すんげえなくなった。もうすげえ、もう40分経ってんじゃん、もう。これもう動画読み込むの投げっつうのにさ、つうことで、もうこれなんだ、もうありすぎてよくわかんなくなっちゃったよ、もうこれ。なんだ、もう3000万ダウンロードで、これもう見てかなきゃわかんないよ。もう3000万ダウンロードで、まあ記念セール、もう限定、もう今だけしかもらえない、これら。今しか出てこないよ。他のね、リベーターとかはいつでも出てくるけども、まあ夏は、夏以外の。あれ、出てくるけども、これはもう今だけ。もう、葉月と椿、かっこいい。で、フェルチとファム、じゃなくて、ファム&フェルチは、かわいい。欲しい。これも 今だけ。で、まあ、火属性もやってるよ。2日まで。で、まあ、いつも通りのセレゲンも出てくるよ。巴じゃなくて、あれ、セリエ、やらか。で、まあ、SS 進化したよ、と。ベリーやら、まあ、ルリやらって、リースやらって。で、メイドガチャ。これが一番意外だったの、俺の中で。まあ、メイドガチャで、なんか謎の新精霊たちが、まあ、出てくるよ、っつうの。で、まあ、アンドモア。他にもいっぱい出てくるよ。で、まあ、あと、ギルフェスじゃなくて、なんだギルドフェスタだったり、あと、まあ、あれが、まあ、あったりと、あるんで、まあ、やってください。もう長くなる。つうことで、以上の、まあ、お知らせいたしました。まあ、3000万ダウンロードのお知らせでした。